が教える初玉運気予報。では運気指数からお伝えしていきます。宿玉初玉の方の今月の運気指数は10です。今月は全ての運気の中で最も良い運気になります。とても良い季節ですね。では今月の運気の前に今年の運気からお伝えしていきます。宿玉初玉の方の2024年今年の運気は安定の季節です。そして今月2月の運気は実益の季節です。では宿玉初玉の方の実益の季節を詳しくお伝えしていきます。これまで努力し取り組んできたことがようやく実り、結果となって生活がスムーズに回り始める時期になります。また人と協調することで周囲が意見を受け入れてくれたり盛り上げてくれたりと、金銭とは無関係に人の出入りが多く多忙になっていきます。実益の季節では信頼と信用を得ることができ、基本的に成功をつかめる傾向であります。このように実益の季節ではこれまでの努力が形となって戻ってくる時です。とても良い季節ですね。では予報いきましょう。こちら旧暦で表示しておりますので、1日からではなく2月4日から3月4日までが2月の運気となります。そして最も気になるこの2月の実益の季節と重なる12、22、3月の3日、このように実益の月と実益の良い重なる日は季節の中で最も良い日になります。何か奇跡が起こるかもしれませんね。宝くじなど買ってみてはいかがでしょうか。では実益の季節の良い傾向と悪い傾向をお伝えしていきます。良い傾向に行くと物事がうまく運び評価を得る、そんな時期でしょう。しかし悪い傾向に行くと期待されると重圧に感じやすいので注意しましょう。そして良い傾向に行くと競争に勝ち努力が実を結ぶ、そんな時でしょう。しかし悪い傾向に行くと無理な行動で信用と地位を失いやすいので注意しましょう。そして良い傾向に行くと高い地位を得られる、そんな時期でしょう。しかし悪い傾向に行くと発展を望みすぎると苦悩しやすいので注意しましょう。このように運気をチェックして毎月の傾向を知ることで今何をすべきなのか行動の指針にしていきましょう。さあ皆様いかがでしたでしょうか。この運気予報はあなたの人生の季節でわかることのほんの一部です。あなたの今年の運気をもっと詳しく知りたい方はこのような冊子もご準備しております。こちらにはさらに詳しく良い傾向、悪い傾向、そして今年起こり得る出来事、またその対策など詳しく記しております。また運気のバイオリズムやあなたの今年の運気の上げ方などこのように細かく記しております。あなたの運気をもっと詳しく知りたい方は概要欄に LINE 公式アカウントの URL を貼っておりますので、そちらからお問い合わせください。またあなたの近くの鑑定士の先生にお尋ねください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。